こんにちは、オーキッドの部屋へようこそ。今日はね、うちで飼っているペットを少し紹介したいと思います。今回はペットのトカゲを紹介するんですが、まあ、苦手な人でも楽しめるように努力しますが、嫌な人はここで止めてください。それではスタートします。じゃーん、レオパこと豹紋トカゲもどきの阿部くんです。カメラ目線お願いします。いい感じじゃないですか。とっても可愛いですね。これもうめちゃくちゃ可愛いんですよ。わかりますけど、この顔めっちゃ可愛いんですよ。本当に見てください、この鮮やかな色。それにね、ちょっとわかりづらいんですけど、この目の上の少しアイシャドウみたいになってるところがもうとってもいいんですよ。これ本当にすごく良くて、僕めっちゃ大好きなんですよ。で、この阿部くんを見て、あ、私も飼ってみたいなみたいな思った人もいると思いますが、飼育はとっても簡単なんですよ。それで、まあ阿部くんは、まあ、とっても可愛くて、で、やっぱりちょっと苦手だと思うのは、コオロギとか苦手だとちょっと餌やりの時に問題が出てくるんですけど、あとは飼育場でも、まあ餌は2日に個体差があるんですけど、2日に一遍のペースぐらいでも大丈夫だと思います。なんで急に止まることがあったとしても、まあ餌はちょっとその日あげなくても大丈夫です。で、まああれですね、冬にちょっとヒーターを当ててあげないとちょっとダメなんですけど、温度的に。でもうちでは正直ヒーター以外は何にもかけてないんですよ。なんでもう本当に飼育簡単で、餌やりと冬にヒーターかける以外は特に何もしないんですね。あとは水替えぐらいかな。で、他にはうちにはもう少しいるんですけど、みんな可愛くて、まあ爬虫類だけ飼ってるわけじゃなくて、まあ、猫とかも飼ってたりするんですけど、またそれは紹介していきたいと思います、機会があったら。今回の紹介はここで終わります。ありがとうございました。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。並びにコメントや高評価、チャンネル登録などお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。